皆さんご視聴ありがとうございます。ついにやっと開けそうなんで入っていきましょう。レッツゴー。メンテ来るなよ。おー、いいんじゃない？いいんじゃない？同意しましょう。一応ね、こういうのは全部下まで行ってから同意すると。お、来た、入れた。ありがとうございます。新たなシーズンが始まりました。さあやっていきましょう。どんどん行こう。監督も交代するのか。ちょっとね、ほんと久々なんですよね、この1年ぶりぐらい。去年12月だったっけ、11月だったっけ。まあ大体まあ10ヶ月ぐらいぶりですね、この更新は。さあやっていきましょう。7人、もうこれはマネジメントが高いの上から適当に選んでいきましょう。1人2人3人4人、もうこの辺は適当です。5人、サッリも取っときましょう。あと1人か。あ、マルティネス、ベルギーの監督は欲しいけど。あー、ガスペリーニ、コバチ、あ、びっくりした、コバチっちかと思った。マンチーニもいいですね。あ、結構、あ、ちょっと待って、サウスゲートとかいいじゃん、ちゃんと選べばよかった。うわー、クーマンとかいるじゃん。どうしよう。インザーキもいいけど、悩むな。どうしよう。あ、これ面白そう。いやー、でもな、どうしよう。いやー、インザーキ取っとこうかな。いやー、でもどうせ使わないけど、インザーキ取っときましょう。はい。さあ続いて、あー、20人も選手去ったんだ。なるほどね。じゃあどういう感じ。白1、銅1、銀4、金12、黒2、黒2人もいたんだ。さあ誰が来るか。よいしょ。あー、モライス、エデルソン、キックうまいですよね、この方。シティで頑張ってますね。マンチェスター B なんだ。あー、またこちらもシティの選手、ジョン・ストーンズ選手ですね。ありがとうございます。さあ続いて金の選手は、お、ゲレーロって結構いいんですよね、確か。え、これマックスでもらえるの。ベネデットもいいじゃん。おい、ジルは持ってるんだな、レベルマックス確か。あ、オリギ金になったんですね。いいよ。さらにエルモソ、お、酒井宏樹、ありがとうございます。それからレミ・キャベラとペリン、ユベントスのキーパーですよね、確か。あ、そうですね。あ、ヒメレス、メキシコですね。あ、ダニーロ、ありがとうございます。ブラジル代表。ユベントスですね。はい。あ、で、一回銀も挟むのね、ここで。ボゾク選手に、ガブリエウ選手。あ、やった、アウベスめちゃくちゃ欲しかったんですよ。ありがとうございます。で、あとはここから銀かな。ギルベール、モーソン。強いな、どうなのに。エリカ、カブラドッシ。で、白が、あー、コロンビアの選手ですね。ファンリオス選手。81って強いですね。で、ボドメル選手。はい、ありがとうございます。はい、理想のチーム作り上げていきます。いや、もうこのドキドキワクワク感、最高じゃないですか。おー、なんかログインボーナスも変わってるし。あの、画面が。あれ、こんなんだったっけ、同じだったっけ、ちょっと忘れちゃった。はい、ということでね。2020、初っ端ですね。ガチャをフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパー1回ずつちょっと引いていこうかなと思います。せっかくの記念なのでやっていきましょう。あ、待って。そう、GP で。変わったんだよね。ちょっと音出そうかな。こう、画面がすごい変わったね。ちょっと今音量設定しててあんま見れなかったけど。白ボールですか、これは。銀か、あれ銀だったのね。ギュルレル選手とサイモン選手とドアミーナ選手ですね。さあじゃあ続いて、おい、リトライか。さあ頼む、あと3回だけ引かせてください、頼む。 OK、 ミッドフィルダー行こう。もうね、ここの4回引いた中で黒が出るかでね、変わってくるからね、今後この2020の運勢が。さあどうだ、ブロジール、
いや銀かシルバーか、これはシルバーですよね。もうてかめちゃくちゃかっこいいなこの演出。ちょっと今年度はちょっとナポリで行こうかな、ユニフォーム。モドリ・ギーニョ選手、リュドビク・ブラス選手、サン・ガッリ選手ですね。はい、ありがとうございます。さあ続いてディフェンダーの選手いきましょう。さあ黒は来ないか、いきなりはやっぱり。さあどこだ、アルゼンチン、メッシ来るんじゃない、ディフェンダーだけど。ボカジュニアーズですか、ここは。ちょっとね、全然わかんないですね、選手が。フランク・ファブラ選手とセルゲイ・クリフツォフ選手とホドリゴー、はい、ありがとうございます。さあラストゴールキーパー、全部シルバーシルバーシルバーで来てるよ。黒来てくれないかな、お願いします、頼む、ラスト黒頼むぞ、ラスト。さあ2020だぞ、さあ頼む頼む、フランス、わあシルバーか。さあ誰ですか、ゴールキーパーはロリスじゃないんですか、あなたは。あ、トゥールーズですね、庄司選手がいるチームのキーパーですね。それからガラドフ選手とジョエル選手、エイバルの選手ということで、はい、ということでね、2020開幕いたしました。この1年も楽しんでウィーレをやっていきましょうということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。